リコブラックラムズのフォワードの選手なんですけど、どの程度、ステップが変わるのかっていうのを検証しております。林大成です。こんにちは、福本翔平です。今日は、ここ僕の地元なんですけど、地元のすぐ隣の福本翔平君、リコブラックラムズのフォワードの選手なんですけど、ステップは踏まれへんやろまだ、とりあえず僕が1時間みっちり教えたらどの程度、ステップが変わるのかっていうのを検証したいと思います。これ最後踏めてくれないと俺の株だだ落ちやから頼むで。イメージはあるわ、若干な。グースステップとかのイメージだけある感じ。映像を見ただけでの映像、あのイメージは一応あるわ。オッケーオッケー、それだけで。でもがっつり練習はしてない。してないってことで、もう早速やっていきたいと思います。おいっす、こんな感じです、これがどうなるのかちょっとやっていきましょう。足出すときに体を乗せる、これが今めっちゃいい、あの足の幅で、ここから膝、つま先があって、そのちょっと後ろに膝あって、その上までに頭が残ってるやん。これがどんどん幅が狭くなってきて、その後膝がもうつま先のところまで来んねん。こうやってほんじゃ地面に足ついてから膝がそこからグーって前に来て、多分遅れてんねん。イメージもな、イメージはできるけど、確かにその動きにつながってない、自分のできるイメージがないわ。ほんまに足だけで言ったら、うん、走ってスキップして切り返す。あ、足だけの動作で言うと、走ってスキップして切り返す。ケンケンやな、ケンケンして切り返す。あ、OKOKOK。こっからもう最初のランなしでケンケン、今左足ケンケンしてるな、うん、右足がここに残ってこうなってんね、うん、下に残ってケンケンした時こんな感じじゃないけど、これ膝曲げてみて、右足ケンケンした時に膝を曲げる。瞬間はほんまにこのここだけやねんか。
それまで脱力してここだけ、あこれを最初からグッて踏みに行こうと思って近いと、あいい音だね、ドン。足裏全体のイメージやな。あ、でもかかとから入るで。かかとから入って、かかとから入って、足裏全体。あ、そう、近い。近いってことじゃない。あ、オッケーオッケー。次さ、さっき曲げてって言ったら、こう曲げてんやんか。こっち、こっちに。かかとを後ろに。じゃなくて、こう曲げてみて。ジグザグに行かずに、うん、もうひたすら右スキップ踏む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 。それで踏むときに足だけにならずに踏むときに乗っかるけどすぐ戻ってくる、すぐ戻ってくる、乗っけてすぐ戻ってくる。ステップ前の足の時間が結構長いね、うん、飛んで、はいはいはい、これじゃ遅いからここはタターンで、ターン飛んでタタンターンタターンで、そうそう、けど足は大きくです、ターンタターンターンタターンタターン、そうタターンタターンタターン。一回じゃあステップ踏まずになんか遅いなと思った。そうや、膝が前出てへんからこうなんで、ね、ついてから遅い。そう、膝はもう前。あ、そう、そう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 、うん、それをついてフェンス抜く気で、前に出さないとやっぱり全然チャレンジステップの足のアグロとの切り返す速さがめっちゃ速い、ああけどステップの動きが遅いからよっぽどこうずれて相手を横走りしないと難しくて、このくらいの位置でもより相手をこっちに誘導させるのはやっぱ最後の方が焦らない。あ、そう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 、イメージ、そう、体ちょっとずぶれてしまってるけど足一歩出てるから、うん、これも誘導される。一瞬なんかこんな感じやんな。そうそうそう、入るけどすぐ跳ね返ってくる、すぐ跳ね返ってこられへんくらい入っちゃったら、もう
感じやろ。それや。わかりやすいな。それや。アイランダーステップ簡単やったよ。アイランダーの方が結局今トレーニング前と終わりやったらしっくりきてんのアイランダーの方が、あの踏みやすい。角度も少ないしな、負担もな、あのそう予定よりちょっと長めになってしまったんと、うん、しまったんですけど、アイランダーはあの最初全然形わからんところからもう形はもう完全に OK、 いい感じで、あとはもうこの精度上げていくのはもう反復しかないと思ってて、まあ、1時間ちょっとでね、こんぐらい、変わるということを、最初から踏めたから、あんまり違いもしかしたら分からんのかもしれない。ああ、だからでもアイランダーは、あ、そうやな、ゼロからもな、1に行ったら、確かに確かに。何意識したら切り替え早くなったんだっけ？パターンで踏む。そう。これめっちゃ大事で、今日発見した、アイランダーステップで、こう、遅い人、こっから、ここの動きがスムーズにいかない人は、多分こっちの膝が前に出てなくてこうなってるから遅いで、それをスキップしたケンケンの時に最後踏む方の足を膝を前に出す。ほんじゃ無駄な力なくパーンって踏めるっていうことが分かりました。はい、あとは何だっけ、ウィズ B のダンス、あ、状態のあれだ、ウィズ B のダンスもよかったら取り入れてくださいということで、リコーブラックラムズの福本選手でした。ありがとうございました。ハウツーステップ、地面のこの反発、ここからパターンと入れたり、ステップの練習相手募集してます。俺多分最後ずっとギャロップしてたと思う。 GO! やった！